センター分けに惚れてしまいました。うん、おでこ出てる人が好きなの。そう、そらはちゃんからすごいラインが来た。こんばんは。今日はコーラルメイクなんですけどどうですか。私は今日はね、こういう感じでピンで両方止めてます意外と可愛かったですよ、この髪型。こんばんは。私は計画的に物事をあんまりできないタイプで、夏休みの宿題とかも切羽詰まってやるタイプだったんですけど、そんな自分が嫌になったけど、どうせずっとこのままだろうし、直し方が分かりません。こんばんは。今日もさっきまでギリギリまで下に行って配信遅れちゃったし、クロスピンの方を カラコンつけてないよ。今日みちゃんがキャラ弁つけてたよって今母から報告があった。母自信があるんだろうね、ギリでもなんとかできるって。そうかも。そうできんくせに、できんくせに。そう確かに自信をなくせばいいのかな。遊園地とかもルート決めないタイプ。ね、決めないです。メイクアップかわいい、 Thank you。 ミッチゲッタ、ミッチのキャラメめちゃ似てて、ねすごいよね。昨日着てた同じニットベスト買った。あら、おそろっち、おそろっぴね。もう、見つけた。決済完了。えらい。ありがとうございます。かわいい。ちゃま、ちゃまどこにもいないのになんでそんな。びっくり。話し会を申し込んでます、ありがとう。お弁当に行ってたね、すごいよね。台風来てるの、なんかニュースでちょっと見ました。私は今慣れてます自分にってなってる自分に。はあ、全て自分の責任なんですけど、
今日はこれ使いました。ここだけつけた。もうなんて言ったんだろう、この気持ち。でもなんだかんだ言ってなんとかなるもんなんだよね。ストレス発散方法、寝る、歌うか寝るか。ショールームらしさがいいなと思います。ありがとう。怖いじゃない。泣いれるなら次があると思うことだから大丈夫。ねえ、分かる。自分もね、そういうことを人には言えるんですけど、自分ではそう思えないんですよね。マシちゃん復旧型ね、嬉しい。LINE してたから。なんか今日自信がつくことと、自信をなくすというか自分を否定的になることが両方あって、自信もついたけど、なんて人間なんだって両方の気持ちがありました。思ったところで自分のせいだから。思うんならやれよって感じなんですけど。自信もある。そうなの。皆さんが思ってるより私はダメな人間です。ふふふ。まあ、ワンちゃんの M して、すごい楽しみやな。僕を見てれば自信がつく。そんなことない。素敵なところたくさんありますよ。気づく時点で成長してる。でもそれをこれからの人生で変えれるか分かんない。変えれなかったらきっかけは気づいたかもしれんけどさ、そこでどう行動に移すかさ、大切じゃないですか。でも変わった自分がさ、想像できないんだよね。難しい。
今日はソラハちゃんからもらったリップです。コーラルピンク似合いますかね。昨日から眉毛ガチで良すぎ、眉毛の描き方分かったんですよ。でもちょっと こっちの方が、右の方が太くない？ふさふさしてる。ゆうさんの、そう81番、あ、見て爪塗った、オーロラ。願ってるのこんな口に出したような久しぶりな気がするから逆に安心。こういう淡いリップが似合う。本当？これ淡いの？どっちの役が好き？こっちです。だから配信よくこっちが映ってる。こっちあんまり映ってない。こう、多分こっちが好きだからカメラもこっち側にあるなと思う。まっすぐでもいいんですけど、まっすぐなんか変なんだよね。横の方がなんか画角的にいいから。チュクチュン。そう、指輪入れはここにある。指輪入れとかいろんなもの入れ、指リングん、リング指に入らなくて断念したって、そう言われた。僕こういう、今度これつけようかな。韓国の YouTube 今日も見たの？見たっけ？ちょっとだけ見た。今日はリングしないの？してたんですけど取っちゃった。ドゥルル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 ル。指輪結構持ってます。プリプリ。今日、昨日京都は日向坂さんが広島ツアーでしたね。揚げもみじがメンバーでブームだった。嬉しい。日向坂さんのから帰る方々に出会った、昨日出会ったというか車の中から見たぐらいでしたけど、めちゃめちゃみんなポンポンポンっていうか、あのバスケの応援のやつみたいなやつ持ってた、風船みたいなやつ。こんばんは。めっちゃバレエでも使う、あーバレエでも使うやつ、そうそうそう。iPhone13 買いません。だって去年変えたってことですもんね。私元気を出して、私落ち込んでる暇はないんだ。落ち込むくらいならやれ。私落ち込んでても
いいことないぞ。てか付き合えない、てかどこが好きなの。可愛かった。 MV 見ました。あげてこい。ガラ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 。テロップの顔。てか付き合えない、いい歌だった。てかどこが好きなの。それでは男女を読んできたと思います。見ちげた。ありがとう。13位ギルスさん、12位セリアさん、11位ブルーさん、10位デブニアさん、9位 N さん、8位長谷川さん、7位シギさん、6位グハクさん、5位ホジェさん、4位マサさん、3位ダンディさん、2位中原さん、そして1位はドゥルルルンジちゃん、花丸くんさんでした。ありがとう。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルンジちゃん、中田田さん、Thank you。 ありがとう皆さん。明日はきっと明るい私でお会いしましょう。バイバーイ。うん、ありがとう。